ドブ貝を入れて、翌日の朝12時間経った状態なんだけども、ちょっと窓が映って見づらいな。こっちかな。うん、ちょっと心なしかね、水がきれいになってきたなっていう感じがします。すごいね、12時間でこう変わるんだなって思ってます。で、ドブ貝くんね、砂に潜ってます。今日はね、雨なんだけども、36時間経ったの水ね、すんごいきれいになった。たった一つのこのドブ貝でさ、ここまで水きれいになるんだね。はあ、びっくりしたな、本当に。で、さらに数日経った後の水なんだけども、本当に透明。手をいくら入れても濁ることがない透き通った水。本当にこのドブガイくんはすごいね。お、口閉じた。うん、本当にすごいおすすめなんで、ね、ドブガイくんをビオトープやってる人は導入することをおすすめします。ただ、水の量がね、かなりある量っていうか、大量にある場合の方がいいと思う。小さいところにこんな大きいのを入れるとね、結構大きいんだけど、ね、このくらいの、俺手大きいんだけどね、このくらいの大きさのを入れちゃうと、食べる量、ご飯が足りなくなると思うんだよね。この水の汚れを食べて、ね、こして生きてると思うんで、やはり水の量をある程度確保して、プラスメダカとか、他の生き物とか、ね、有機物を発生させるやつを多く入れとかないと、うまく、この中の生態系が保たれなくて、こいつも死んじゃうかもしれないんで、ある程度の生態とか、草とか、水の量を確保してあげることが大事なんじゃないかなと。初心者ながらに思いますんで、でもすごく効果的なんで導入することをおすすめします。